よし、続きいきます。久しぶりですね。はい、しばらくね配信止めてレベル上げというか、お金稼ぎか、お金稼いで、装備整えました。レベルも大幅にアップ。はい、どうやって装備見るんだ、これか。はい、ちょっとごめんなさいね。はい、これ浦島金の森黒潮肝の獅子の旅で、金太郎は金のまさかり希望の腹掛け獅子の旅って感じですね。もうめちゃくちゃ時間かかりました。はい、でカムロダヌキは装備なし。もうね、とにかくお金貯まっては全滅して、また半分になっちゃったりみたいな感じが続きましてですね、かなりきつかったですね。蜘蛛の糸羽衣は持ってる。一応これから、どうだろう、攻略に向けてやっていくんだけども、冬の玉、まあいいか、行くか。もうだいぶこの辺に来た頃に比べてだいぶ強くなったので、火ダメもねだいぶ少なくなりました。はい、基本的にカムロダヌキは守るでもいいのかなって気もするけど、オッケーオッケー。はい、よし、いいっすね。でカムロダヌキがまだ結構ね、いい術覚えてきてるんですよね。守りとかこの辺はまあボス戦で使えそう。はい、バフですよね。で大波っていう、まあ、全体攻撃も覚えたし、はい、まあ、ようやく戦力になってきたかなって感じはします。ただ、装備がね、ないから、ちょっと、殴ってもいまいち火力出ないし、どうだろう、走行っていうか、どうなのかな、守備力とか、まあ、そうでもないな。そう低くもないですね。攻撃力は、まあ、全然高くないけど。はい。より、なんて言うんだろう、術師っていうか、そういう感じのね、はい、キャラクターに育ってきましたね。あ、ちなみに浦島の術見てみようか。はい、みなきんたん、まんきんたん、この辺覚えました。隠れみ、これ使って進んでいってもいいのかなっていう気もするけど、どうかな。とりあえずはちょっと使わずに進んでみる。そんなにダメージを食らわないとは思うから、 OK いいっすね。こっちもね、先制できるようになってきたので、OK。はい、今までずっとね、この辺、先制されてたから、なかなか、いや、きつかったんですけど、OK。獅子の旅を買って、素早さも上がったことによってね、こちらの先制攻撃ができる機会っていうのが増えてきたので、はい、まだ完璧じゃないんだけど、たまに線で取られることもありますけど、でもまあ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 、おおよそ線で取れるようになってきたんで、やっぱり何度も言うけど、本当に何度も言うけど、ロープレイの基本、先制を取るっていうね、はい、そういうとこですね。まあこんな感じですね。まあタヌキは防御してるからっていうのもあるけど、だいぶ火ダメ抑えることができる。お、ナイス、連続攻撃。はい、オッケー。あら、かわされた。意味ね。意味ないけど、まあまあまあ。いいでしょう。はい、2ポイント。こんなもんです。オッケー。よし、行こう。隠れ身使ってみるか。どんぐらい。ちょっと下がるかわからないけど。まあ、この、歩くスピードも速くなるから、ストレスは軽減されるよね。あ、結構グイグイいけるね、これね。あ、結構グイグイいけるな、これ。いいっすね。これだったらアイテムで買ってきてもいいかもしれないね。まあ、今、売ってるかどうかちょっとわからないけど。OK。よし。毒。あー、この状態異常がね、ちょっと。嫌なんですよね。これでね、浦島の技ポイントが
削られていっちゃうからちょっと嫌なんだよ。毒消し1個使おうか。はい、オッケー。毒消しも買って持ってきた方がいいかもしれないよね。まあもしダメだったら MP 節約のためにちょっと毒消し買ってこようかな。いいっすね。はい、あっと、不意疲れちゃった。つひひひひん、よし。大丈夫、大丈夫、やれる。もうね、これ、来た当初どんぐらい食らったかな。もう20近く食らってたんですよね、確か。もうなかなかきつくて、毎ターン回復したり、もう全体攻撃で削っていかなきゃいけないっていう状態だったんで、ほんときつくて。よいしょ。まあでも逆に考えるっていうか、こういうゲームって逆に考えれば、まあとりあえずレベルさえ上げればどうにかはなるっていう。ちょっと隠れ見つかっていこうか。あまり使いすぎちゃうと回復コントロールできなくなっちゃうけど、ちょっとこれでグイグイ進んでいきたい。でここで冬を使う。冬の弾使うか。でね、これね、途中で落ちちゃうんですよ。効果が切れて着地 しちゃうので。だからたまたまその効果が切れるタイミングで、なんていうの、着地できるところならいいんだけど、着地できないところだったら、穴落ちて真っ逆さまなっちゃうので、あ、宝箱。なっちゃうのでね、ちょっと1フロア、2フロアぐらい進んだらもう一回、冬の弾を使って更新するみたいなそういうイメージで行こうかなとは思ってます。 OK、 もう一個あるからね。まあそれ使っちゃってもカムロダヌキがまたあれだから。朝日の森、はい、これ強いのかな。え、金の、いやーそうでもねえな。まあでもこれ金の森無理して買わないで朝日の森でもうよかった説かな、こりゃ。まあまあまあ、いいでしょう。いいでしょう、いいでしょう。それとも、道具として使えばなんか、効果あるのかな、朝日の。ちょっと一回試してみるのもありかもしれないね。試してみようか。朝日の森。どうだ、なんか効果ある。あ、倒しちゃったか。オッケーオッケー。お、あー、技ポイント使っときゃよかったな。まあいいか。いやー、ちょっとこの辺隠れ見使ってもね、結構変化するね。OK。いいよっと。おっと、隠れ見が切れた。冬はまだ大丈夫だと思うけど、下に、やばい、もうこれだよ。言わん、もう自分でね、気をつけなきゃいけないって言ってるそばからこれだからね。あ、またやっちゃった、またやっちゃった。もうくそ、待て、落ち着けよ、落ち着け、落ち着け。冬の玉よし、行こう。気を取り直してもう一回行こうか。最短でいけば多分もうワンフロアいけると思うけどな。あれ、しまって、朝日の森ちょっと説明。あー、特に効果ないのかな。道具として使ってもちょっと上がんないですね。いや、ちょっと冬のタイミングちょっと考えなきゃいけませんね。まあ確実にワンフロアずつ使っていこうか。怖いからね。最短でいけば多分2フロアぐらいに1回で足りるとは思うけど、まあ確実にいこうか。そうこうしてるうちにタヌキもレベル、あ、まだまだだな。こ
ここでも一回使おう。オッケー。よし。で、どう行けばいいのかな？上行ってみるか。馬鬼。はい。大丈夫でしょう。楽勝でしょう。オッケー。よし。テンポいいっすね。いや、ほんとこのテンポが大事。あー結構出てくるね。まあそれでもこうスピード上がってこう移動できるから楽っちゃ楽、気持ち的に。演歌はあんま変わらんって感じかな。雪の握り、おー、ちょっともう一回隠れ見つかっていきます。あったあったあった、これだ。よし。あー、ちょっと不安だからもう一回冬を更新。はい、よし、行こう。どこまで、どう行けばいいんだろう。あ、あった、あ、来た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 。これか。これだね。よし、行こう。多分バトルになるかな。ちょっと回復しとく？タヌキ。よし。HP、 まあまあいいんじゃないかな。ポンポコポン、よく来たな浦島。今見えてんのかな。隠れ見つかってるけど。おいらは穴壺狸、光だけが欲しければ力ずくで取ってみな。結局こういう展開なんで。うわー、まだいかつい感じの。でもこんなの前戦ったよね。色違い、ただの色違いかこれ。じゃあとりあえず殴って殴ってって感じしかできないよね。守り、オッケー。これだけでだいぶ戦いやすくなると思う。大波、大波は関係ないか。大波は多分ね、防御無視だと思うんだよな。あの、決まってると思う。あの、ダメージの値が。だいたい20付近だと思うんだけど、みんな金丹。ちょ、もう一発守り入れてみる？まだ上がるかな？上がったね。これでカチカチだったんじゃない？ 2 回攻撃。うわー、それでもこれかい。それでもかい。きついな、これ。マジか。どうしましょう。ちょっと待ってね。千金丹を浦島金太郎で、タヌキかばって、どうだろう。あ、なんか、あれだね。浦島狙われてるね、これね。守る。そこを2人で攻撃してくれ。あー、2回や。うわー、なんか浦島ばっか狙ってんな、こいつ。よく分かってんじゃねえか。浦島落ちると全滅っていうね。よく分かってるじゃない。でも、多分もう一撃耐えられそうな気もするけどね。まあ。まあまあいいか。あー、どうしよう。封印。術待て。効果なかった。ダメか。まあ、しょうがないっすね。えいよー。どうしよう。千金丹。千金丹使うまでもねえな。金丹でいいか。守る。基本、金太郎はもう、殴りまくりですよね。ね、タコ殴り。それしかねえかなって感じしますけど。よし、ここちょっと攻める番だね。守りがどのぐらいのタイミングで切れるかわからないから、ちょっとまめに更新。それもちょっと検証とかしてみたいけど、いや、言ってもレベル結構上がってるから楽勝なんじゃないか説だよな。どうかな。そうでもないか。また裏、こいつ本当に浦島しか狙ってこないね。そういう仕様なのかな、これ。あ、オッケー。よし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 、オッケー。ポンポコポン、参った参った、おいらの負けだ。浦島さんには降参だ。もう悪さはいたしません。光だけをあげるから許してやるよ。ありがとうございます浦島さん。カムロダヌキ様がどうして、浦島さんを好きになったのかわかる気がします。それではどうかお達者で。あばよ。はい。必ずどっか消えちゃうよね。うん。
光だけを手に入れた。 OK、 これで屁が止まるってわけだな。じゃあ、あのタクシー使って帰ります。雲の糸かな。えい、そして羽衣フーズ。 OK、 じゃあね、お医者さんのとこ行きゃいいのかな。だよね、多分そうだよね。お医者さんのとこ行って、よいしょ、来た来た来た。大空光だけ早速着付け薬を作って村に配ろう。できた、できましたぞ浦島さん。これで村人のおならも止まる。はい、こうして村人たちのおならも止まって元の元気な村に戻りました。そして一夜が明けて、まあなければないでちょっと寂しい気もするけどね。浦島さん、謎解き山へ行きなさるならこの鍵縄をお使いください。謎解き山は双子山、西の山から東の山へ、その時必要になると聞いています。どうぞ。あー、なるほど、あざーす。え、行っていいのかな。あー、いいんだね。よーし、まあレベルも上がったし装備もね整えたから、まあ楽勝だったっちゃ楽勝だったけど、まあでもこの桃伝の怖いところって、これ一つシナリオクリアしてまた別なエリアに行くといきなり敵強くなってるパターンだから、ちょっと安心はできない。ちょっと情報収集ありがとう浦島さん。早くタヌキ台を懲らしめてください。はい、まあ早くって言われてるけどね、まあ僕は僕のペースで行きたいと思います。はい、多分ね、これ繰り返すと思うんだよな。レベル上げてお金貯めて武器買ってみたいな。とりあえず羽衣と蜘蛛の糸買っとこう。これはもう常に持っとこう。あー、やっぱ隠れ身がないな。はい、オッケー、よし行こう。でもで、まあ本とか書物、これ経験値もらえるんだけど、まあとりあえず使わないで残しとく。ちょっと微調整したい時とかね、あのボス戦の前とかで微調整したい時に使おうかなと思います。さあ、これからお見合いに行くんだぞ。ダメだったら仕方ないね。僕は冷たい男かもしれないから、女の子に優しくしようね。まあ基本っすね、それが基本です。謎解き山、双子山、西の山から登って、てっぺんで鍵縄を使えば東の、あー、だから登山してまた下山しなきゃいけない感じかな。めんどくさいね。くれぐれも気をつけてくだされ、浦島さん。はい、了解。ありがとう浦島さん。この過ちを二度と繰り返さないために、この村おならの村と名付けました。モーデンシリーズらしいオチでしょ、笑ってください。はい、そうっすね、モモデンらしいっすね。まあこの辺が桃伝の魅力でもある。ありがとう浦島さん。謎解き山へは冬のた、そうなの。まああれ、ちなみにこれ回復してるよね。 OK、 まあ冬使えるけどさ、じゃあ冬の玉太陽購入していくか。ありがとう浦島さん。謎解き山にはタヌキだけが知っている特別な音が必要だって噂だぞ。大丈夫だが、はい、カムロさんがいれば大丈夫だと思うけどよ。なるほど。おう浦島、夏月山たぬき台を懲らしめる旅の最後の試練じゃ。心してゆけ浦島よ、カムロたぬきよ、金太郎よ。はい、まあ頑張ります。あははは、は今のはおならだけのせいじゃねえだ、普通に出たオラのおならだ。ありがとう浦島さん、これからは気持ちよくおならができるだよ。なるほど、なんかケツ痛くなりそうな気もするな、兵ばっかで出るとどうなんだろうね。ありがとう浦島さん。謎解き山は謎だらけ、メモ帳もめんどくせえ、マジか、男すんなり行かせてくれよ。これプラス敵が強いとかなんでしょ多分。なるほどね。じゃあさ、ちょっと待って、冬の玉何個必要かな。5、6個買ってこっか。1個、はい、2個目、はい、3個、4個、あと1個かな。
あと足りない分はタヌキの浮遊でなんとかするしかないな。まあ実際やっぱり行ってみないことにはわからんよね。おそらくさ、僕の予想では今このね、さっきのダンジョン楽勝にクリアできたけど、次行くと相当また敵強くて、今のままだったらまた瞬殺されるぐらいの強さになってる可能性もあるんですよ、敵の強さがね。だから下手すれば行ったり戻ってきたりを繰り返すかもしれないですね。まあその都度蜘蛛の糸と羽衣は常にね手持ちに用意しておかないとって感じだけど、もう不安でしょうがないっすわ。はい、まあ頑張りましょう。ちょっとじゃあ今回はですね、まあまだ20分過ぎた、21分かな過ぎたぐらいだけど、ちょっと早いけど今回はここまでにしておきます。次回はじゃあその謎解き山ね、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、これからまたバシバシ更新していくんで、もしよかったら、最後まで、見届けていただければなと思います。はい、じゃあ今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。